皆さんこんにちは。今日は今ですね、こちら南泰山です。はい、南泰山で、ここは竜頭の滝の滝の脇にある遊歩道に来ております。雪景色ですね。ちょっと階段危ないんで、ちょっとゆっくり降ります。声聞こえますかね。ちょっと滝の音が、結構滝、あ、滝すごい。滝にも雪が積もってる。よいしょ。で、竜頭の滝の上部です。で、滝の脇の遊歩道を今上から下へ歩いている感じです。実はここ2ヶ月ぐらい前ですかね、紅葉を見に来たんです。一回ちょっと最近来たばっかりなんですけども、その時にちょっと面白いものを見つけまして、でその時は撮影とかこういう全然考えてなかったもので、改めてもう一回ちょっと来てみました。はい、まずは滝を下の方まで歩いていきたいと思います。結構雪すごいな。トレッキングシューズ持ってきてよかった。はい、ちょっとですね、なんて言えばいいんだろうな、ここまあまあ、これはここだけで気づく人はなかなかいないと思うんですけど、この遊歩道の柵がちょっと不自然にここだけ弧を描いているというか、まあ画像じゃこれは分かんないですよね。ちょっと不自然な形をしてるんですよ。これがいくつか何箇所かこういうところがあるので、ちょっとまた次もうちょっと下のところ行ってみましょう。で、この弧を描いたところが終わって、ここでまた直線になってます。あ、階段が雪のスロープになってる。やばい。あ、一応大丈夫だ、この靴。お、大丈夫ですね。雪用ってわけでもないけど、しっかりグリップします。もうずっとこの長い緩やかな滝が右側続いてますね。おや、こっち見るとちょっと不自然な平場がありますね。はい、わかる方にはわかるんでしょうか。おっとおっと、凍ってる。危ない、油断できない。あ、はい、こちら関白台、第1か第2か忘れたけど、さっきあった案内図にも関白台と書いてありました。ここもまあちょっと弧を描いた形の関白台だなっていうのがなんとなくわかりますよね。まあ、別にそれ自体は失礼じゃないと思うんですけども、こうやって滝を近くで見れますね。おー、凍ってるよ。すごい。いやー、すごい。で、振り返ると、おや、なんだろう。なんでこんなとこに石垣が続いてるんだろう。なんでしょうね。あっち側にも石垣がありました。おやおやと、うん、前回紅葉を見てた時に私はそう思いました。なんだろうこの石垣で、なんだろう、ちょっと雪で隠れてるけど、この不自然な側溝、なんでこんなカーブしてるんだろうこの側溝。はいはい。で、この先にもほら石垣が
奥の方までずっと続いていて、向こうでカーブしてる。で、あれと、これは何だと気づいたわけです。わあ、雪で埋もれてるな。これです。ちょっと黄色いペンキで塗られてるのかな、ちょっと錆びてるんだかわかんないけど、この通りちょっと古いガードレールですね。また見つけちゃいました。またというか、まあ、順を追うと、ここが本当は私が初めて見つけた、自分で見つけた角柱のガードレール、古い 9.5 目のピンガードレールなんですけども、 9.2 見えるかな、ちょっと影になっちゃってるかな、見えますかね。で、奥にこう続いていくと、で奥の方でヘアピンカーブをしていて、で今度こっち下に下っていくと、はい、こっちはガードレールはないけど石垣がこんな感じで続いてます。全く予想外で廃道を見つけたということで、当時はめちゃくちゃ興奮しました。でしかもこのもう一個あった、この干瀑台、この弧を描いている部分が、ちょっと雪で分かんないけど、こういう風にたどってみると道路がこう来て、ここでカーブしてるわけですから、この干瀑台、ヘアピンカーブの路盤をそのまま使っている、有効活用しているってことですね。いや、気づいた時は一人で大興奮してました。さっきのガードレールを下から眺めるとこんな感じです。はい、あの辺なんかは路盤の上に、古い路盤の上に階段をつけて、ちょっとまあ改造というかされてますけども、いやでもこれ見たとき感動したんですよ。この廃道をうまく活用して取り入れて、今の現在の遊歩道に活用しているというこの光景、こういうのって設計士さんっているのかな、この道路ってどうなんだろう、建築技師とか設計士とかいるのか分かんないですけど、この廃道を利用した遊歩道を作った人に敬意を表したいです。本当に感動しました。これこっちも奥を覗くとありますね、古いガードレール。ちょっと雪が思った以上に積もってるんで、氷石とかそういう関係は全然わかんないんですけども、奥見えますか、ちょっと見づらいな。こんな感じでこの遊歩道に、遊歩道を何でしょう、縫うようにヘアピンカーブがずっと続いてます、この辺。おお、ちょっと待ってよ、また凍ってるよ、よいしょ、ちょっとゆっくり降ります、よいしょ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 、もうちょっと雪少ないと思ってたね、勝手に。あ、でもこの雪のおかげで、凍ってるおかげで他の観光客誰もいないんで、ゆっくり撮影できます。ここも、ん？ここもかな？ここの子を描いてるのも、だね、多分、ヘアピンカーブ部分かな？路肩中って、
遊歩道に路肩ついて立つかな、これ古いやつかな、わからない。あ、でもこっち道続いてますね、この石垣。よいしょ。お、南大山がかっこいい。で、ここの観瀑台ももうはっきりわかりますね。これも、もう元の道路の路盤をそのままもう下からぐるーっとこう回ってくるカーブが見えますよね。で、あっちの方にぐわーっと続いていくと、で、奥の方でまた、いや、この廃道の活用、なんだろう、中にはね、廃道は廃道であってほしいって人もいるかもしれないんですけど、この、なんでしょうね、昔と今の共存というか、廃道をうまく利用して遊歩道化してるっていうのがね、芸術的ですよね。感動しちゃいました、勝手に。まあ、ここにも、ここにも、まあ、柱だけ、その奥にはガードレールと、まあ、古い道路ですね。国土地理院のホームページで地図とか航空写真ダウンロードしてみてみたんですけど、まあ、昭和40年代ぐらいまではここの道の跡はっきり航空写真とかでも残ってるので、その頃多分新しい道に付け替わったんでしょう。ちょっと詳細分かんなかったんですけど、で、いっぱい木が生えているので、しっかり廃道化工事もされています。廃道化工事までしておいて、なんでこのガードレールが残ってるのか、ちょっとそこは分からないんですけども、まあ、おかげでちょっとこうやってちょっと一部マニアの人が喜んでというか、こんな動画を撮ってるやつが今いるってわけですね。よいしょ、また降りた、また階段やばい。よいしょ。ちょっとね、階段に雪が詰まってスロープになってるよ。よいしょ、登っていけるかな。ちょっと上の駐車場に車を置いてきたので、また戻んなきゃいけないんですけどね。よいしょ。ケアイゼンとかは持ってこなかったな。よいしょ。よいしょ。よいしょ、滑る。ここ、この竜頭の滝の駐車場とトイレがあるんですけども、ここもね、おそらく昔の道ですね。見上げると石垣とガードレール。よいしょ。ちょっとナンバー映さないように下向けます。よいしょ。あ、雪かきされて詰まってる。よいしょ。道ですね、下から見るとよくわかる。で、ここ今石垣があるけど、おそらくここがもともとなかったんですね。道路。よいしょ。よいしょ。
ここの灰色部分にあるガードレール全部このタイプです。オッケー、獣の足跡。なんだろう。こんな感じで。うわあ、この何重にも色、あれ？あ、失礼しました。白、黄色、赤。何重にもペンキが塗られてて。で、これが、ここが灰色の路盤ですね。上の方、上の段も見えます。よいしょ。ここをね、本当は歩いていきたいんだけど、雪が、ちょっと雪が想像してたよりも、あ、いけるかな？ちょっといけるとこまで行ってみますか。はい、道のど真ん中に植えられた木です。ここがかつての国道120号です。あ、誰か歩いた跡がある。いるんだね。いるんですね。同じこと考えるような人が。あ、結構足跡ある。往復かな。二つは足跡か。はい。ちょっとこの雪なもので。ガードレール以外のもの何か見つけるのは難しそうですね。標石とかあればなと思ったんですけど、国道ですからね。よいしょ。あ、遊歩道に出た。よいしょ。また注意は遊歩道にしかないから遊歩道のものなんでしょうね、これは。よいしょ。あ、ちなみに遊歩道出てきてカーブしてだ。こっちは池、獣の足跡。ちょっと行けないことはないと思うんですけど、一人だし何かあったらリカバーできないんで、ここまでにしときます。こんな感じで観光地のすぐ近くで見れる廃道とちょっと古いガードレールでした。ちょっとかなりマニアックな動画ばっかり上げちゃってますけども、もし興味がある方、また次もこんなん見たいっていう方いましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ではもう一回リューズの滝。はい。あとちょっとこのまま一回したいって、あれだね、リューズの滝の一番有名な部分だけ、移して終わりたいと思います。ちょっと人が多いと思うので、いると思うので、そこはちょっと恥ずかしいのであんまり喋らずに終わるかもしれませんが、お土産屋さんの中を抜けてったところに多分紅葉の写真とかで有名な場所があるんです。この竜頭の滝の一番下の部分、よいしょ、そこまで行って終わりたいと思います。ほう、今度正面行きます。滝正面。よいしょ。リューズの茶屋、お
茶屋さん、うわすごい凍ってるよ。歩いてると暑い。あれ誰もいない。すごいな、凍てついてます。お土産屋さんの敷地なんですけど無料で開放されてますので、よいしょ。独り言は恥ずかしいんでね、ちょっと人が来たから。無料で開放されてますので、ぜひこちらのお越しの際はお土産屋さん利用しましょう。この観光を継続させるためにもね、お店がもし潰れちゃったらコロナが終わっても観光できなくなっちゃいますからね。お店とか宿潰れたら。また別角度です。まあ、そんな感じで国道120号の竜頭の滝周辺の廃道部分の、まあ、一部でした。本当はもっといっぱいあるんですけど、ちょっと一人で歩いていく自信がないのでここで失礼します。ではでは。